ナチスドイツによるフランス占領、ナチスドイツによるフランス占領、ナチスドイツによるフランス占領は、ドイツ軍による1940年のナチスドイツのフランス侵攻とフランス第三共和制政府の崩壊によって開始され、1944年以降にドイツ軍が連合国軍に駆逐されるまで続いた。ドイツ軍による占領下のフランスは、 アドルフ・ヒトラー率いるドイツ国の四可燃計画に基づき、ドイツ企業によるフランス企業の吸収や輸出入の統制、占領経費の強出を強いられるなど、経済的支配を受けた。占領初期から中期には自由地域が設定され、BC 政権による一応の独立が認められていたが、選挙区の変化に従い1942年11月から全土が占領された。 コラボラシオンによりドイツはフランスからの協力体制の強化を試み、一定の成功を収めたが、フランス国民の生活は急乏した。また、BC 政府は、ナチスドイツの政策家、ユダヤ人の迫害を行った。国民のレジスタンス活動は、次第に活発化してゆき、マキなどの組織が結成され、連合軍の動きに高応した。 1944年のノルマンディ上陸作戦を経たパリの解放とビシー政権の崩壊によってドイツによる占領体制は崩壊し国土は順次解放されていった。1940年6月22日、ドイツはビシー政府と独仏休戦協定を締結し、さらにを締結した。これにより形式的にはフランスにビシー政府の主権が残ったものの 半分以上の領域は、ドイツ軍、イタリア軍によって占領されることとなった。また、アルザスイコールロレーヌには、民政が敷かれ、ドイツ国民経済への急速かつ効果的な編入のための諸措置が取られるど、事実上、ドイツ領に編入された。は、ジュネーブとスペインをつなぎ、トゥール、アンドルイコールエイコール、ロアール県を経由するラインの北西側という、 パリを含む広大なものであった。これらの占領区域のうち、大西洋に面する地域と、ベルギー国境付近、現在のノールイコール、パドカレー地域圏は、とされ、フランス側の関係は立ち入りできなかった。また、普通国境の地域は、イタリア王国に占領された、イタリア南仏真中領域。フランス軍西部、ダイビーフェルズステルデ・ミラターブ・フルシャワー・フランクライクは、 パリに設置され、大将が、軍政長官、ミラターブフルシャバーとなった。軍政部は、インフラの修繕、捕虜の監視、宣伝、通信、防御用を担当する、軍務局と民政局の二つに分かれていた。民政局は三つの科に分かれ、人事、通訳、許認可を担当する、総務課、警察、学校、運輸、文化、芸術の保護を担当する、行政課、補給、 経済、労働力、企業のアーリア化を担当する経済化に分かれてた。ただし、軍政当局さほど協力ではなく、警察の権限を新衛隊に譲り渡し、ビシー政府との交渉はドイツ大使館に一任していた。さらに全国指導者ローゼンベルク特捜隊や党と、機関、労働力配置総監などは、フランス軍西部から独立して行動した。やがて、 フランス軍西部はこれら作装した勢力の連絡調整センターに過ぎなくった。また、休戦協定22条に基づき、休戦条件の達成を確認するための急戦委員会が設置されたが、この委員会はドイツの国防軍最高司令部の監督下にあるとされ、フランス側には要望を表明し、執行についてドイツ急戦委員会から初期則を受諾するための 代表を送ることしかできなかった。さらに20条ではドイツに捕らえられた、戦時捕虜はそのまま抑留されることとなっており、占領地区の武器はドイツに引き渡されることとなり、自由地区の武器はドイツイタリア領軍の監督下にかれただけでなく、陸軍は10万人に限定され、新たな軍備装備の製造は禁止された。また、BC 政府はドイツ軍と イタリア軍の占領経費を支払わねばならなかった。1940年6月25日からドイツに対して毎日2000万マルク、4億フラン、イタリアに対して月額5000万マルクを支払うこととなった。ドイツはこの費用を経済大臣の干渉に任せ、ドイツ企業がフランスにおいて資本や企業を買収する費用に充てられた。占領経費の支払いは10日分を一括で、 前払いであった。ビシー政府は一応正当な政府として、イギリス以外の各国から承認されたが、自由地域でもドイツの要求を拒むのは困難であった。ビシー政府の支配地域の南部はとされたが、自由地域と占領区域の間にはが配置された。境界線はドイツ軍の許可がなければ、ビシー政府閣僚ですら通行できず、小荷物は郵送できるが、 手紙のやり取りは禁じられた。独仏休戦協定の諸条件は、もっぱらドイツの安全の立場から厳命されたものであった。フランスの敗北が明らかになると、ドイツ経済省は、ドイツ国内の大企業や全国工業集団、ライクスグラピーニャダストリに対し、フランス産業界に対する要求を提出させた。当時の大企業の一つである IG。 ファルベンインデストリーを中心とする科学工業団体はフランス科学工業界への入れを希望しているが、この中で IG ファルベンはフランス占領初期業資本の50%を要求している。この他に初期業の要求は十分な割り当ての保証、為替、通商政策におけるドイツ利害の範囲、ドイツ人に対する無条件の滞在許可、ドイツ側の必要に応じた。 ドイツ人の労働許可、租税上の不利益措置の排除など、ドイツ側の優越を押し付けるものであった。これらの要求、特に IG ファルベンの要求は、国家の新秩序計画に組み込まれ、ドイツの公的政策となった。1940年6月13日に4カ年、計画全権、ヘルマン・ゲーリングは、西部占領地域の経済利用に関する命令を発出した。 ゲーリングは、フランスが征服された国であり、そこから引き出されるべき主要な処理益は、戦利品である。と考えており、占領地からの資源、機械、家畜の没収を基本方針としていた。ヒトラーもこの方針に賛同しており、フランスとの全交渉は、政治的側面からのみ見られるべきであって、決して経済的側面から見られてはならないと考えており、経済に支障が出るため、 フランスが撤廃を求めていた占領区域の境界線検問の廃止にも応じなかった。ドイツ側の考えはこのような搾取と懲罰によるものであり、経済省の案の中にはフランスをいくつかの社種品工業を持つ農業国に転嫁させる計画すらあった。一方で外務省はフランスを新秩序に編入するためにはもっと穏やかな政策を取るべきであと主張した。8月には 中仏大使がパリに赴任した。アベッツはドイツの宣伝やビシー政府との連絡、政治的重要文書の調査など様々な任務を帯びていた。アベッツはパリの社交界の中心となり、十億マルクを使った男と呼ばれた。アベッツはフランスをゲルマン選手の休息の場、憩いのには陥落の場に育て上げるつもりであったが、軍政当局に助言する程度の権限しかなく。 ドイツ側の残忍さをこぼす程度のことしかできなかった。この1940年10月までの時期は主にドイツによる一方的な搾取の時期であった。ビシー政府も敗北によって方向を見失っており、対独協力の動きもさほどではなかった。フランスの対独輸出入は戦争中と変わらない低水準のままであった。しかし効率的な軍需生産が求められるようになり、 ドイツ側は方針転換を迫られることとなった。8月26日、ゲーリングはフランスを含む西部占領地域の軍需、公的、私的注文を調整する機関として、中央発注所、ゼントラローフトラックスステルを設置する指令を出した。各館長や公式企業は、占領地域ごと、オランダ、ベルギーと、北、フランス、 ビシー政府の中央発注所に発注を届け出ることとなり、戦争遂行に必要な軍需生産を優先させる体制が出来上がった。一方フランス側の産業もほとんどが軍需生産に振り向けられており、軍需生産を継続したいフランス産業界側からの要望もあった。1940年10月から1942年11月まではドイツとフランスの間で、 一定の利害調整が行われた時期である。この時期には、ピエール・ラバルラの対独協力、コラボラシオンが活発化し、ドイツ側は次第に利益を上げられるようになった。このため、ドイツに対する輸出も全体の40%に達するまでに増加し、輸入量も改善された。このようなコラボラシオンの結果の一つが、1941年7月に成立した。 航空機製造のための独仏共同計画である。1943年にはフランスの全航空機産業がドイツに併合された。この頃にはフランスはドイツ経済に対する原料、食料、及び工業製品の最も重要な供給者となっていた。1941年5月11日からは占領経費の支払いが1500万マルクに減額された。 一方で、ドイツの権威を背景としたドイツ企業によるフランス企業の吸収が進んだ。中でもフランス占領企業は、IG ファルベンが51%を出資するフランカラー社に統合され、事実上 IG ファルベンの支配下となった。また、通常の取引でもドイツ軍の圧力を背景に、フランス側には不利益が押し付けられた。例えば、フランス通貨フランと。 ドイツ通貨のマルクの為替レートは12フランイコール1。マルクが相場であったが、一方的に20フランイコール1マルクと、肯定された。また、1940年11月に、BC 政府との間で結ばれた、総裁協定は、物資の輸出入にあたって、支払い予測時に行わず、両国間の輸出入額を均衡させるという名目であったが、フランス側はその、 支払い代金を受け取ることができず、事実上ドイツ側の輸入代金踏み倒しに利用された。一方で、ユダヤ系企業の資産募集により、やっぱりは、国立商工銀行などの銀行業界は資産を倍増させている。1942年になると大使館の機能はドイツ、労働戦線や新衛隊にとって変わられるようになり、アベッツの役割はますます小さなものとなった。 4月からはゲシュタポが占領地区で公式な活動を開始し、5月にはフランスの親衛隊及び警察指導者にカール・オーベルクが就任した。ビシー政府首相ピエール・ラバルは親英隊やアップベア、ドイツ国防軍情報部の活動を自由地域でも許可している。統治作戦による北アフリカ喪失を受けたドイツは1942年11月11日に アントン作戦を実行し、自由地域の占領を開始した。占領経費は再び増額され2500万マルクとなった。さらに1943年9月のイタリアの降伏後は月額5000万マルクの保証金はドイツに支払われることとなった。このドイツによる全土占領が行われた1942年11月から1943年の時期。 ドイツはフランスから最大の利益を得ることに成功した。4カ年計画当局は占領諸地域から非常に注目すべき量の物資を取り出すことに成功したとしている。この時期にはコラボラシオンがフランスの奴隷化を招き、ドイツによる搾取は最も大きなものになった。フランスはドイツの荒国民生産の4分の1に達する商品とサービスを提供し、 総輸出の8割以上をドイツに向けていた。これはドイツの総輸入の40%以上に達するものであった。これらの成果はフランス人の犠牲の上に成り立っており、食料割当てはドイツ人に対して半分の割合であり、肉に至っては3分の1以下であった。また労働力配置総監フリッツ・ザ・オケルはフランスから ドイツ本土へ25万人の労働者を移送することを要求した。1943年2月16日、ビシー政府は強制労働局、ストを設置し、ドイツにおける労働者を募集した。ストの募集は拒絶すれば、食料配給が停止されるなどほとんど強制的なものであり、1943年3月までには要求された25万人がドイツ本土へ移送された。 強制労働者は栄養不良で体調を崩すものが多く3万5千人が結核などで死亡している。強制労働を拒否した人々はマキと呼ばれる抵抗運動に参加した。これら徴用や捕虜の強制労働、大西洋の壁等の建設に関わっていたドイツ企業などドイツのために働いたフランス人は合計で350万人を超えた。全土占領後、 フランス警察は全土でドイツ軍の指揮下になったが、指揮の低下が目立ち、投獄される者も,も現れた。代わってゲシュタポは手先となるフランス人を街中に潜伏させ、密告や暗殺によって治安活動を行うようになった。保守街のフランスゲシュタポ本部では、毎晩のように悲鳴が聞こえていた。休戦後しばらくは混乱が続いていたが、やがて市民生活は、 平穏を取り戻した。しかし、占領地域において、フランスの国旗の掲揚は禁じられ、市民の共中には、軍や、退読協力者に対する恐れと怒りが、あ。ジャンイコールポール・サルトルは、パリ市民とドイツ軍の間には、屈辱感を伴った名城市がたい一種の、何ら共感を伴わない、連帯関係があったと語っている。フランスの輸出入は極度に減少し、 残った輸出入の大半はドイツ向けとなった。1940年9月からは配給制が始まり、年齢別、職業別によって食料が割り当てられるようになった。ドイツの戦況が悪化すると、配給量は減少の一途をたどり、電力不足、交通の悪化が激しくなった。パリではウサギを飼う人が増え、空き地や公園、道路の斜面などで野菜が作られるようになった。人々は、 闇市や遠距離からの輸送に頼らざるを得なかった。1942年秋からは、イギリス軍による空襲が増加し、多くのフランス人が命を落とした。自転車は鍵をかけておいても盗まれるほど治安は悪化し、ユダヤ人等に対する密告が横行した。一方で、アンドレジットやパブロ・ピカソなどの独創的な作家、芸術家にとって、ドイツ軍占領下のパリは、 微斯政府の統制に比べると自由だと感じられた。微斯政府の検閲はナチスよりも対象が多く、その点では占領地域の方が比較的マシであった。占領直後の高読レジスタンスは個人の自発的な抵抗として始まった。彼らは密告を警戒しながら個人の協力者を求め、やがて小規模な抵抗組織が出来上がっていった。 1940年6月18日には、シャルル・ド・ゴールがロンドンからフランスに向けて、抗戦を呼びかける、ラジオ放送を行ったが、この時点での彼はまだ大きな存在ではなかった。1940年11月11日の第一次、世界大戦休戦記念日には、あらゆる素材でできた三色気象をつけた、学生数千人が、シャンゼリゼ通りをパレードした。彼らは、 ラ・マルセイエーズを歌い、中には2本の釣り座を、ル・ゴール、シャルル・ド・ゴールと引っ掛けているを担いだ学生もいた。軍政当局は123人の学生を逮捕し、5人の学生を有罪とした上で、デモの発端となった大学を一時閉鎖した。この時期にできた主要なレジスタンス組織としてはが率いる、フランス社会党系のアンリ・フルネが率いるキリスト教民主系のコンバ、 エマニュエル・ダスティエ・トラによって結成され、が知られる。またノートルダム新人会はその新徒組織を使って、北と南のレジスタンス組織の連絡を取り持った。1941年になると、ロンドンの自由フランスと国内レジスタンス運動の間で連絡が取られるようになった。6月22日には独ソ戦が開始され、それまで対独協力的であった。 モスクワの長女フランス3ん等の方針が判読に切り替わった。共産党系のレジスタンス組織は、であり、共産党系以外のものも参加できる組織であった。国民戦線は、職業別の組織を作って、次第に拡大し、レジスタンス組織の一大勢力となった。フランス革命記念日の7月14日には、自由フランスの呼びかけで、パリ市民が青、白、 赤のものを身にまとい、密かに三色旗を表す、デモが行われた。またこの年には、パリの各地で、V という文字が落書きされる事件が相次いだ。これは連合国の勝利を願う、V サインであり、ドイツ軍は逆に、エッフェル塔や、議事堂に、ドイツの勝利を表す、V を示することで対応した。8月23日には、共産党による、 ドイツ将校暗殺事件が発生した。この前日には、ドイツ将校が暗殺されれば、拘禁されている共産主義者やユダヤ人の人質を処刑するという布告が行われており、8月30日には8人の人質が処刑された。8月28日には、ラバルとマルセルデアが狙撃されるという事件が起きた。9月にはフランスに強制収容所を建設する許可が出た。 BC 政府とドイツ軍の取り締まりは過熱になり、ドゴールがレジスタンスに辞長を促す演説を行うほどであった。12月には夜と霧の布告が出され、ドイツ将兵の殺傷行為を働いた者は処刑にされることになった。1942年4月からは占領地区の警察活動は新英隊が行うこととなり、取り締まりはより激しくなった。 1942年11月の全土占領までは、占領地域では、軍事的な、自由地域では、政治的な抵抗が行われていた。北部地域では、個人的な暗殺やインフラの破壊、大規模ストライキなどが行われた。ドイツ側は、激しい敵発と密告の奨励によって対抗した。全土占領後は、ビシー政府に対する国民の期待が消滅したことも、あり。 レジスタンス運動の拡大と組織化が促進された。1943年9月からの3ヶ月間で709人の治安関係者が暗殺され、9000件の爆弾事件が起き、600の列車が脱線させられた。1943年になると共産党系の組織も自由フランスとドゴールを承認するようになった。5月には全国抵抗評議会。 CNR が結成され、自由フランスを中心とした、新生フランス樹立を目指すこととなった。6月9日には指揮官のシャルル・デュレストラン巡章が逮捕された。またこの頃には、激しい徴用から逃亡した人々で結成された、マキの抵抗が活発になった。またポール・エリュアールの、ヤベルコールの筆名の、ヤサルトルの、など、レジスタンスを支援する文芸も現れている。 芸術家の中にはや、アルベール・カミューのように自らレジスタンス組織に参加する者も,もいた。ドイツ大使アベッツは、フランスのジャーナリズム会に働きかけ、フィリップ・アンリオ、党の協力者を得、対独協力の宣伝を行わせた。ドイツ大使館は1943年までに、パリの新聞界に3億フランを提供したという。またロベール・ブラジアック。 アベル・ボナール等の戦前フランスに反感を持つファシスト知識人も対力協力に積極であった。1941年と1942年には国民啓蒙、宣伝大臣、ヨーゼフ・ゲッペルスがフランスの作家、芸術家をドイツに招き、ドイツに好意を持つよう仕向けた。新フランス評論を発行するガリーマール社は対応に苦慮し、一方では ドイツの意向に沿う編集者、作家を起用する一方で、反ドイツ的作家を雇用するなど、綱渡り的な運営を行っていた。またナチス運動に魅了され、軍事的、政治的に、対独協力を行ったジャック・ドリオや、ジョゼフ・ダルナンのような存在もあったが、ドイツ側はさほど信頼を置いていなかった。さらに戦前の左派のうち、おはじめとする、反共主義者や平和主義者も、 対独協力に積極的であった。デアは国家人民連合 RNP を結成し、BC 政府よりも積極的な対独協力を主張した。フランス共産党は独ソ不可侵条約を支持していたため、改戦以降禁止され弾圧されていた。また党指導者、モーリストレーズは亡命先のモスクワからドイツと戦わないように指令を出していた。 このためドイツの占領後は、むしろ帝国主義政府が打倒されたことを歓迎し、ドイツ側と等の合法化に向けた交渉を行っている。しかし、ソビエト連邦とドイツの関係が微妙となった1941年5月頃からは、公読の動きを見せ始め、独ソ戦開始後は、大量の党員が逮捕されたこともあって、はっきりと反読に踏み切った。マルク・ブロックが、 打ち任された国民は全て裏切り者を探すか、やむを得なければ敗北を幾人かの身代わりの責任に帰すると述べたように、微信政府では敗北の責任を問う動きが占領後から起こっていた。フランス共産党もこの動きに賛同しており、は、国中から検察側承認となることを訴えており、北アフリカで監禁されていた共産党議員も証言に協力する意向を示した。 ビシー政府は、この裁判で、民主主義制度を求断するつもりであり、被告側もそれを見抜いていた。1942年2月から始まったでは、レオンブルム、エドアルダラディエラの歴代フランス人民戦線首相、モーリス・ガム・ラン陸軍総司令官が裁かれた。しかし裁判の過程で、人民戦線政府が再軍備の計画を立てていたのに、対し、軍側が、 大英的な防御方針に固執していたことが明らかになった。このことは軍部やビシー政府主犯のフィリップ・ペタン元帥の責任につながることになりかねず、またヒトラーの不況も買ったこともあり、4月には裁判が中止された。1940年7月にビシー政府は3つの国営放送局と民放2局を占領軍の使用に委ね、フランス国内では、 ドイツのプロパガンダ放送が繰り広げられることとなった。は、最も有名な先導家の一人であり、反共、反ユダヤ、反連合国を訴えた。また、占領地域の映画館では、上映に先立って、ニュース映画の上映が義務付けられ、反共、反ユダヤ、反連合国、BC 政府の国民革命などが検伝された。これらの宣伝もあって、 降伏前からすでに高まっていた美しい政府主席、ペタン元帥への個人崇拝は非常に高まった。1944年4月にペタンがパリを非公式訪問した際にも熱狂的な歓迎が起こるほどあった。独ソ戦開始以降は反ボルシェービキ、反共のキャンペーンが強化された。占領開始後、ペタンは国際ユダヤ資本を批判する演説を行い、 反ユダヤの動きが明確化された。パリの商店ではユダヤ人お断りの張り紙が出現し、ユダヤ人排斥デモが各地で発生した。1940年9月には教師に対してフリーメーソンやユダヤ人でないことの制約が義務付けられ、1927年以降に移民した6300人のユダヤ人が帰化を取り消された。この措置は教師だけでなく上級公務員、 商工、雑誌編集者、映画監督、劇場支配人までに及んだ。BC 政府はユダヤ人を宗教ではなく人種で定義し、またアルジェリア在住のユダヤ人のフランス国籍を取り消した点でドイツよりも過酷であった。ドイツが占領地域で施行したユダヤ人取締法は間もなく自由地域でも施行された。ユダヤ人は公共施設に入ることもできず、 買い物もろくにできない状態に追い込まれた。また、ドイツ本土で行われていた経済のアーリア化政策は、占領地、自由地域でも行われ、ユダヤ系、またはそう見られた企業の吸収、資産没収などが行われた。このユダヤ人的発の陰には、ユージフの対独協力が存在した。ユージフは、東欧や外国籍のユダヤ人を優先してナチスに引き渡すことで、 フランス国籍のユダヤ人を守ろうとした。しかし1943年から組織は下下っポの手に落ち、ユージフは完全に下下っポの道具と化した。1942年になるとパリではたびたび外国系ユダヤ人が検挙され、強制収容所に送られた。6月にはドイツが BC 政府にユダヤ人10万人の移送を要求し、BC 政府側は、 フランス国籍ユダヤ人を逮捕しないが、外国籍のユダヤ人は、子供もろとも逮捕する方針を固めた。7月16日には、春の風作戦が実行され、12,884人のユダヤ人が逮捕され、ベロドロームリベール競技場に集められた、ベロドロームリベール大量検挙事件。これは、パリ在住のユダヤ人の半数に及ぶが、フランス警察の中には、 ユダヤ人に情報を流して避難させる者もいた。このユダヤ人迫害には、ビシー政府に協力的であったカトリック教会の反発を招き、数期教会議は、ペタンや首相ピエール・ラバルに大量検挙を批判する書簡を送った。ラバルは、フランス国籍ユダヤ人の擁護に動き、一部ユダヤ人の出国に協力した。イタリア占領地域では、 ユダヤ人取締りはほとんど行われず、フランス各地からユダヤ人が逃げ込んだ。しかし1943年9月のイタリア急戦以降、ユダヤ人が逃げ込める場所はフランスになくなった。1944年6月6日、ノルマンディ上陸作戦が開始され、フランスに再び連合軍が上陸した。8月11日にはドラグーン作戦が実行され、 南フランスも連合軍の手に落ちた。8月25日にはパリの解放が行われ、フランス共和国臨時政府がパリに移転した。BC 政府は崩壊し、閣僚はドイツ本土に拉致された。一方で6月10日にはオラドゥールイコールシュルイコールムラヌムラが武装親衛隊によって焼き討ちされる惨事が起きている。7月19日にはベルギー国境付近の地域とベルギーに、 ライクスコミセリート、ライクスコミセリートベルギンウントノードフランクライク、もしくはライクスコミセリートファーディビセットストンゲビエテ、本ンベルギンウントノードフランクレイチェスが設置され、が国家弁務官となったが、この地域も間もなく連合軍に脱会された。1944年中にフランスの大部分は連合軍によって解放され、1945年2月のコルマールの戦いによって、 アルザスイコールロレールも脱会された。ただし3イコールナゼールやラロシェル、ロリアンのドイツ軍部隊は降伏を拒否し、連合軍もあえて強行しなかったため、彼らの降伏は5月のドイツ降伏以降となった欧州戦線における終戦第二次世界大戦。戦後、フランス法廷において、ドイツ企業がフランス企業と結んだ諸契約は無効となり、IG ファルベンも解体された。 体独協力者、もしくはそう見られた者たちは、裁判や臨時にかかり、正規の裁判を経ずに処刑された者は1万人に達したエピューラシオン。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。